じゃあ作っていきますね。まずまあね、用意します。これ何でもいいっすよ。で、この鍋に、まずは、オリーブオイルね。これまあちょっとこう、炒め用なんで、安いのでいいですね。このドボドボっとこう入れますわね。結構多めにね。で、火にかけましょう。で、最初にやるのは、ニンニクですね。まあ、大体こんな、ニンニクのパウダーなんですけど、もちろん普通の生ニンニクを潰して入れてもいいです。で、その場合はちょっとこう焦げないように気をつけてね、ニンニクの、味をオイルに移すっていうぐらいですね。で、そこにもももろにですね、人参と玉ねぎと、セロリの細かくみじん切りしたやつをね、ここ入れちゃいます。で、まあまあよく炒めるわけです。まあ、ボローニャっていう街はね、ほんといい街でね、まあ景色とかそういうのよりも、なんつっても美食の宝庫なんですよ。とにかく食い物がうまい。はい。で、まあこうやってこう炒めていきますね。これでこう置いておきましょう。そこにですね、今度は、まあ、豚肉とひき肉を入れるわけですけども、ちょっとこれがしんなりするぐらいまでちょっと先に炒めちゃいますね。ブルスキャッタミックスっていうスパイスミックスなんですけど、ほぼほぼニンニク主体なんですね。まあこういうものがいろんな種類、イタリアの家庭では使われてまして、まあ、それぞれそのお袋の味的なスパイスミックスになってるわけですよ。まあ、こういうの一つあるとすごく便利です。何にでも使えちゃいます。まあ、特にそのニンニク大好きな人はいいとかですね。さっき言いましたけども、豚肉はこれバラ肉ですね。バラ肉。と、牛肉はね、いい牛肉を使いました。これは A4 ランクぐらいかな。の、まあ、ステーキ用のお肉ですけど、これは包丁でダブルチョッパーで、まあ、ガンガンガンこう、切っちゃうわけですよ。レトルトが多いじゃないですか。独特なレトルトの香りがするんですよ。口を見れば一切使いたくない人なんで、必ずなんか食品を買うときは、何が使われているのかをチェックするんですよ。例えば、まあ、これで言うと、さっきのトマトソースありましたよね。アルチェンデロっていうメーカー。これは有機栽培のメーカーなんですけど、ほら。有機トマト約8個分を裏ごし2倍濃縮する。こういう濃いトマトを使うと美味しいですね。これなんですけどね。ちょっと見えるかな。で、これの裏側見てみましょうか。はい。ここに食品の裏側が出てます。ちゃんと。名称有機トマトピューレ。原材料名有機トマト。内容量 600g ですね。はい。まあ、このように何にも他はないじゃないですか。保存量が。これポイントなんですよ。煮込み始めて15分ぐらいですかね。蓋をしてね。で、まあ、こうやってくたくたになるまで、こう、野菜がね、なくようなイメージです。そこまでこう煮込んであげるわけですよ。ここまで来たらね、もうトマトソースを入れましょう。このピューレですね。これが、トマトピューレです。これをドバドバっとこう入れちゃう。今、100cc ぐらい入れたんですかね。まあ、こんな感じなんですよ。で、これ3年また煮詰めていく。これでも結構ね、牛のボロネーゼソースにしてはちょっと多いぐらいです。本当はもっと少ないですね。どっちかというと、トマトソースというよりは、ボロネーゼっていうのは本当は、肉ソースなんですよ。肉ソースのイメージです。まあ、お肉ソース。お肉をガツガツ食べる系ですね。はい、肉好きにはもう最高にいいです。で、これでまたしばらくね。詰めますので、ちょっと蓋をしてさらに10分ぐらいちょっと煮詰めますかね。作った翌日がうまいですよ。もうカレーと一緒ですね。なんで、作りたてはちょっとまだ味が染み渡ってない感じですね。今10分煮込んだところですね。蓋を開けてみますとこういう感じです。まあちょうどいい感じですよね、これ。まあ、このまま食べても美味しいと思いますけども、ちょっと味見をしましょうか。これぐらいでもうほぼ完璧かな。うわ、これはもうね、ほぼ完璧です。1日置いて、翌日に、ペットチーネ茹でて混ぜ合わせたら OK です。はい。ではですね、パスタ茹でていきますね。で、これは、パスタマンチーニの、すごく美味しい、遠いパスタ。スパゲットを 2.6 ミリある。2.6 ってね、多分日本では売ってないね。このね、極太のパスタもしくは、ペットチーネっていう平たい麺のやつが、ボロネーゼパスタには一番似合います。ってことで、入れますね。これ茹でるときは、パスタこう出すじゃない。これ大体これで、まあ、2人前ぐらいあるわけですよ。
これね、一回ひねるって言って、この鍋にパッとこうなる。で、あとはこう焦げないように気をつけながらね、火加減とか気をつけながら、こう入れていくわけです。こうやって、ブングパスタは。で、これでね、大体こう、15分ぐらいだ、これね。キッチンタイマーで15分。あとはピッてなるまで待つ。で、この後、フライパンで、はい、トゥルーソン。じゃあね、パスタ、ほら、茹で上がりました。もう 2.6 ミリはね、長いのよ。これ、標準ゆで時間で15分だけど、16分ぐらい茹でてます。まあ、こいつをね、先ほどの作ったマヨソースに混ぜ合わせるわけ。ちょっと雑ですけど。はい。まずまあ、フライパンにこうやってね、全部入れちゃいます。お肉、ゴロゴロのボロネーゼね。これがまあ、本場の、いわゆるボロネーゼスタイルですね。お肉の、だいたい、直径がね、5ミリぐらいあるかな。ちっちゃいので3ミリぐらいかな。で、これを、まあ、温めながらね、弱火で温めながら、このパスタをね。で、場合によっては、ちょっと汁気が足んない人がいるかもしれない。そういう時は、汁気を足してあげましょう。要は、茹で汁を少しね、混ぜれば。僕は大体汁、まあ、こんな風。まあ、これでほぼほぼ完成ですね。で、あとね、最後、お好みなんだけど、トマトソースの上には、やっぱりね、チーズのみじん切りじゃない、チーズのすりおろしたものがやっぱり似合います。なのでチーズはあらかじめこのようにすっておくんですね。で、たくさんすっちゃった時は冷凍しておけばいいです。余っちゃって。これをお皿に盛り付けた後に取りかけてください。あとはまあお好みでタバスコをかけてもいいかな。タバスコはちょっとイタリア人的にはダメダメなんですけど、もうこっからはもう冷えちゃうんですよ。あとは混ぜるだけです。水分が足んないと思う人はこの汁を押し、まあ、お玉でトロッとさせると美味しい。はい、これがボロネーゼスタイルね。ちょっとこれトマト多めですよ。まだ本当は向こうはもうちょっとトマトが少なめだから色がもうちょっとその赤くない。はい、以上。ではでは、チャオチャオ。スパゲットに 2.6 ミリの本格ボロネーゼスパゲットかな。もうこのチーズいっぱいかけたし絶対うまいと思うよこれ。まあ何十回も作ってるけどね、本当にうまいんだよね。誰でも簡単にできちゃう。うわっ、これはうまい。じゃあ今日はこの辺で、ごなってちゃおー。ちゃおちゃおー。